それでは出発進行。 Welcome to Osu Osu Japanese Gaming Arcade and Everything Crazy here in Japan. We're here to play 電車で GO! 電車で GO hit the arcades in 1996 and has been a mainstay ever since.Its realistic control system and now super high quality graphics make it the top train simulator around. Our guest here today is Masumi! Hi! Hi! 皆さんこんにちは、トヨタマスミです。2005年から鉄道が好きなので、鉄歴はなんと12年になります。Wow!いろいろ乗り鉄、車両鉄、音鉄などありますが、私は車両鉄です。車両鉄、はい、一番好きな車両は JR 九州の183系ソニックです。よろしくお願いします。 Masumin, as a rail fanatic, is gonna teach us how to play 電車で GO. So make sure to keep watching to find out how.電車で GO は一つの画面だったんですけども、3画面になりまして、よりリアルに運転士気分を味わうことができます。そして私が座っているこの椅子も、今まではカチカチのプラスチックチェアでした。それを本物の運転手さんと同じように、この布を、はい、出発進行。これは平日のお昼なんですけど、夕方とか夜とかいろんなバージョンがあります。でこれでお客さんがどれくらい乗ってるのかここに出ます。 17% あまり重たくない。今度はドアが閉まるので閉じ目を確認します。ドア閉まりました。で閉じ目、よし、で出発進行。渋谷、はい、でここにダイヤが出ます。あと105秒の間にちゃんと定時でホームに着きなさいという印です。あと速度制限もあります。 あちらに保線さんがいましたので、保線の人にちゃんと電車が通ってるよっていうので警笛を鳴らします。でこちらで試作確認をします。も指差し確認で、どんどん星でポイントがついていきます。鉄橋があるのでここで橋の前では必ず警笛を鳴らします。メートル以内に停車しましょう。まもなく恵比寿駅に到着します。車両がアップで出てきます。でもクリアです。ミッションクリア、よかった、おめでとうございます。これが夕方とか夜になってくるとお客さんもたくさん乗ってくるので、すごく重たくて大変になるみたいです。重さによって変わるんです。そうです。あと12月から雨の日のミッションも加われたので、雨の日は滑るんです。滑るからブレーキの効きが悪くなって運転のするのも大変になります。今の日本の運転を踏まえた上で、今度はお二人にちょっと運転してもらおうかなと思います。覚えてますよね、あれやってこれやっていろいろありましたよ。 On the next episode of Edomame Arcade Channel, it's me versus Kabukin. It's time to find out who's the best train driver. There's one thing I remember. What? To click the like button and subscribe to Edomame Arcade. Sayonara, bye-bye.